高浜 IC 入口の標識士井バイパスは、静岡県富士市の市街地を迂回し、道市今井前から、静岡市清水区沖津東町に至る、国道1号のバイパス道路である。1993年に、旧道の国道指定が解除され、現道となった。去った峠から望む富士井バイパスとする側越しの、富士山、左側に、東海道本線、右側に、 東名高速道路段階的に細切れで開通し、それぞれ、ゆいバイパスや、神原バイパスという名称であったが、全線開通以降この名称になった。2000年初頭までは、神原西 IC 付近に、ゆいバイパスや、神原バイパスという看板が残されていた。富士市内はおおむね平面交差。新富士川橋から、清水区かん地区内まで立体交差である。 清水区唯一区内の区間は平面交差ではあるものの信号が少なく線形が良い。自動車専用道路ではないので 50cc 以下の原付きも通行可能。富士市内においては平面交差部が続いており、特に宮島あずま交差点を先頭にした渋滞が慢性化している。2008年2月に上り線が同交差点道の駅。 富士まで三車線に拡大したものの、さほど改善されていない。沼津バイパス富士湯バイパス生成バイパス宮島、東交差点で、県道174号が接続する、生成バイパスが接続する沖津インターチェンジ富士川に、かかる新富士川橋。ありがとうございます。